週に一度コザの街に1時間だけオープンする鈴カフェ。この番組は人々が集うカフェをコンセプトにご来店いただいた素敵なお客様と共におしゃべりを楽しむトーク番組です。この鈴カフェの店主、沖縄のモデルタレント事務所カラーズに所属していますタレントの前城美鈴と、そして今月から月1で準レギュラーになりました従業員の中曽根里奈でございます。はい、どうぞ皆さん最後までお付き合いください。はい、よろしくです。そうなんですよね、今月からねはい嬉しいです、ね、よろしくですよ本当に、もうバシバシやっていくんで、はい、お願いします店長ね、従業員つってね、はい、明けましておめでとうございますですね。あ、そうですね、ね、本当どうですか、明けましたよ。明けましたよ、2017年にあっという間でしたね。もうダメだ、年取ったらもう怖いですよねみたいな、ね、去年のカウントダウン TV まだ見てないけどそんな感じでね、お送りしていきます、はい、1月からねちょこっとだけリニューアルしてね、まあ、オープニングナンバーも、WB のベイビーベイビーからキラカラに変わったり、ちょっとだけねリニューアルしてね頑張っていくんで、はい、で今月からゆるくちょっとメールテーマを設定していこうかなと思っておりまして、はい、一発目のメールテーマはこれです。新年初〇〇。おお、初、なんか思い浮かぶのもあります。初〇〇、初夢とか、初夢とか、初夢とか、初夢ですね、初夢とか、初何々とか、まあ、そんなもん、はいはいはい、初〇〇に関するお話、はい、ぜひぜひどしどし送ってきてください、はい、もちろんメールテーマに全く関係しないメールでも構いません、どしどし送ってきてください。メールアドレス761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp、 ファックス098-934-8653 098-934-8653 までぜひぜひお寄せください。そして FM コザではユーストリームとツイキャスでネット配信もしております。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらからもぜひぜひお楽しみください。コメントもお待ちしております。そして放送後は YouTube やユースにアーカイブとしてアップされるので、そちらもぜひぜひよろしくお願いいたします。この番組はモデルタレント事務所カラズの提供でお送りします。ここで今月のプッシュナンバーです。今月は先日ゲストで来てくれた沖縄発ゆとりパンクバンドナイスクラップさんの曲をプッシュナンバーにさせていただいております。それではナイスクラップでファットマン。 One day I was born out of Ireland drinking Today I was born back on the way Because I do much give me food, give me food Falling down, but I was shining like a shooting star. Say what's up, but I couldn't say I love you, I need you, because I was fat and gray and monster. So love is what I saw, I enjoyed this thing to do and fun. So you don't so die, it's up to you, enjoy your day. Fat man, but I don't care yet because I'm fat man.
けしましたのはナイスクラップでファットマンでした。鈴鹿ファイをお届けしてますのは前城美鈴と中曽根里奈です。はい、引き続きよろしくお願いします。慣れてよこれにも。そうだねそうだね。そしてツイキャス見てたら服が被っとる。いつもだよね、うん、なんかねいつも被るっていうか、うん、なんかねコラボなんだろう、ね、なんだろう。この前もあのカラーズの忘年会があったんですけど、うん、それをあのもつチャタンのもつの方でやったんですけどカラーズクリスマス会&忘年会みたいな感じでやったじゃないですか。その時もまあなんか対照的な色みたいな、クリスマスカラーみたいな。そうそうそう、水田赤で、うん、皆さん緑で合わせてきたみたいな。そうそうそう、なんかクリスマスカラーにねなんかあるんですか ねこれからもよろしくお願いします。改めまして明けましておめでとうございます。ということでね、はい、本当年が明けてね10日も過ぎると本当さっきもね話してましたけど明けましておめでとうが古く感じるっていう。そうね、本当まあ鈴鹿ではね今週10日がね、うん、新年一発目の放送なんでね、はい、引きずっていきましょう。そうですね、お正月気分引きずっていきましょう。そうだね。だってまだお正月だもんね。うん、まだお正月、うんうん、でもなんかムーチビーサーとかありましたね。うん、美味しかった食べた。今年も美味しかった。ありますね、うん、寒くないっていうね。でもそうそうそう、ムチビサって割には寒くない、うん、どうよみたいな。今年なんかね作りました。おばあちゃんの食べました。なるほどね、おばあちゃんの食べました。お兄ちゃんの奥さんが作ってくれて、おそれを食べましたけどね、うん、そう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 、すごいなって。そうもうねいつもね、そう、うん、なんかね作れる大変だよねあれ。あれは粉からね、ね、うんうん、いやなんか作っよ小幼稚園生ぐらいの時の、うん、なんかみんなで作ろうみたいな感じので作った記憶しかない。それだね。作ったことあります？ないない、ね、そんな感じ。ね、一緒ね、年末年始本当にあったかくて、うんうんうん、新年明けた感じが全然しなくて、はい、しないしない。どうよこれ、どうよみたいな。暑すぎ本当。昨日ぐらいからまた寒くなりましたけど、うんうんうん、全然あったかかったですもんね、うん、冬って感じが全くしない。と1月7日ですか、土曜日、うん、先週の土曜日に撮影してきたんですよ、うん、行ってきたんですけど、うん、まあ、読谷の海で撮影したんですけど、うん、キャミソールワンピーだったんですよ。おお、全然寒くないの。嘘、もはや汗かいてんの。撮影してると夏やん、ほんと、マジで。海にもちょっとバシャバシャ入ったりして、嘘、水もそんなに、まあ、冷たいって冷たいんですけど、うん、全然入れるぐらい、入れるぐらい。そうなんだ、はぁと思って。不思議、沖縄と思って。冬忘れてきたんでしょうね。ねきっとそうだ。冬忘れるってどんなよね。ほんと、なんかありました、お正月どうしてました。お正月、お正月はですね、私実は娘がいまして娘がいましてここで言うんだ。そうなんですよ、知ってました？知ってませんよね、みんな知らないですよね。そうそうそう、実はね子供いるんですよ。でもいくつでしたっけ。5歳ですよね。結構大きいですよね。そうそうそう、娘と公園巡りとかをはそうしました。そこの方がびっくりですけど、みんなね。いいっすね、でもそう娘さんと公園巡り、そうそう、もうなんか有名な公園とかを点々と巡って。そんなお正月、そう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 、でしたけど、はい、スズはスズ何してたかな。寝正月。もういつもと変わらず寝正月。寝正月か。いいな、それも。いやでもまあ、うん、親戚周りとかもしましたけどね、うん、家族で、うん、そう、食ったわ。めっちゃ食ったわ。正月太るわ。ほんと、あれなんでかね。なんでかね、やっぱ食べさせられるじゃないですか。うんうんうん、なんかいろいろ、ね、美味しいじゃないですか。うんうん、そしてうん、もうね。ね、ま。今年はもうこたつでぬくぬくってわけにはいかなかったですけど、うん、そして動かないじゃないですか。うんうんうん、ねえ、うん、来てますよ、テントカンバラ会さんから。正月の過ごし方がおっさん、うるさいわ。うるさいわ。そうかもしれないけど。
だって寝ていたいんだもん、うん、おっさんです、これは高田組ファンさんかな、こんばんはって来てますね。こんばんは、ありがとうございますね。マチさん、この日のためにタブレットからテレビに動画を飛ばす機械を購入。おはあ、テレビで美人パーソナリティ2人を視聴する。すげえ、すごい。でもこれのためにではないっすよね、きっとね。あれちょっと勘違いしちゃう、ちょっと本当勘違いしますよ。勘違いしたがるお年頃ですから、ね、そうですよ喜んじゃうよ、本当喜んじゃうお年頃ですよすごいっすね、なんかね、うん、タブレットに、タブレットからテレビ、どっから、すごいね、テレビに動画を飛ばす、そんなことできます、できるんですよね、きっと。できるでしょ、時代ですね、時代いやついていけないわ、すごいわいやね、ほんと今すごいじゃないですか、うん、なんかニュースでやってましたけど、うん、あの写真で、うん、ピースサインで指紋がなんか盗まれる時代みたいな、ニュースでめっちゃやってました。うそ、ピースするじゃないですか、写真で、うん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 、そっから指紋が検出されて、なんかほら今あるじゃないですか、そう指紋認証みたいな、うん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 、ああいうのとかが危なくなるんですって。マジやばくないですか、やばい、どうよ最新、すごいみたいな、最先端みたいな、すごい、いや怖いですけどね、うん、ピースできないじゃんなんか裏にしちゃう、裏にしちゃうピースに変わる、なんか考えないといけない、そうね、なんかこのスマートフォンとかが進化していくにつれて、うん、画質、写真の画質が高くなってきて、うん、それも鮮明にみたいな、へー、すごい時代ですわ、ほんと、テント頑張ろうかいさん、最先端のネット環境に目を丸くするあたりが遅いもうどう見せず見せずをどうもおっさんに持ってきたいいっすけどね、全然、いやだってほら、タコワサとか好きだしおっさんだお酒飲まないけどそういうの好きだし、いいね、ねえ、ほんと、なお正月の話題に戻っていきましょう。はい、年越しそばとかってどっちですか、年越しそば、沖縄そばか、うん、日本そばかみたいな、何でしょう、あ、沖縄そばですね、うちも日本、あ、沖縄そばです、沖縄そばです、日本そばを食べて年越したことがないっす、うん、ない25年生きてきて、そう、一回もない、23年生きてきて、一回もないねえ、ほんと、やっぱね、おいしい、うちなんちゅですからね、ねえ、作るんですか、それは、でもおばあちゃんおばあちゃんがしっかり用意したのこいつ料理しねえなバレた、娘いるくせに料理しねえ、バレた、バレた食べに行っちゃうんだよね、あーねー、美味しいからね、ほんとそうですよね、ほんと、うん、ネタ番組とか多くなるじゃないですか、うん、ずっとやってるじゃないですか、大好き、あ、ほんと、なんか好きな芸人さんとかいるんですか、とね、トレンディエンジェル流行りに乗っちゃってるみたいなやっぱビーハーみトレンディエンジェルさん、トレンディエンジェルさんは自分が吉本で新喜劇してた時に何回か一緒になったことあって、うん、へえ、そうなんだ、すごい、まあ、お話ししたこともあるんですけど、すっごい気さくで、うん、そうなんだ、そう、もうあのまんま、あのまんまです、あ、そうなんだ、高橋さんとか特にあのまんまです、そうなんだ、うん、なんかいいな、そう、もうだから、うん、なんかでも、うん、なんかそら M1 でしたっけ、うん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 、優勝したの、うんうん、M1 優勝する前、うん、だったんですよ、その、あ、そうなんだ、その一緒にお話しさせていただいたとか、うんうんうん、で M1 優勝してから、うん、それを言うと、うん、なんかほら、わかります、そうかそうか、なんかあいつみたいな、なんか優勝したから知り合い感出してるよみたいな、そういうのがちょっと嫌、そうだね、嫌なお年頃そうだね、思われちゃうよ、いい、うん、いい人たちですよ、斉藤さんの方は、うん、すごい本当、まあテレビでも彼女がいるって公言してるじゃないですか、でも本当になんか彼女のことをよく話しするよな、すごいなんか素敵な方だなすごい思ってましたけどね、ますます素敵ますます大好きねえ、ほんと、うん、そうだな、芸人さんな、誰が好きかな、誰がいい、あ、もう最近はほんと、うん、千鳥さんめっちゃ好きだ、いつでもなんかミーハーと思われるかもしれないですけど千鳥さんめっちゃ面白くないですか、よく出るよね、ほんと、うん、最近めっちゃ見てますよ、うん、超面白いあのな、あの空気感がね、なんか面白い、癖がすごい超言いますけどね、自分めっちゃ面白いなと思って、うん、面白い、
そうそうそう、うんうん、とかも好きですし、東京03、うん、あ3人組の東京03さん好きですね、うん、もうねコントが面白い、コントがね最高、本当、うん、ずっと、うん、まあ音楽も好きなんですけど、うん、ずっとお笑いも好きで、うん、でもな最近は全然見ないんですけど、でも、うん、なシュールなやつが好きなんです、あそうなんだ、お笑い、うんうん、ラーメンズさんとか、ラーメンズさん知ってます、わかんない、あの、うん、片桐仁さんって知ってます、うん、あの人お笑い芸人なんですよ、そうなの、そう、ほら誰とでしたっけ、出てたじゃないですか、うん、ドラマに、うんと、あ松潤さん、あーそうだそうだそうだ、そうそう 99.9 でしたっけ、うん、あれに出ててなんか有名になったんです、あの人ずっと芸人さんなんですよ、うんうん、へー、ずっと芸人さん、芸人さんでアフロじゃないけど、そう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 、で、うん、ずっとラーメンズっていうコンビで、うん、でもあんまりメディアには出ないんですけど、うんうん、DVD とかへー、そうなんだ、なんか見た、超面白いっていうか、もうシュール、うん、あ、シュールなんだ、世界観、へー、そうなんだ、ね、ほんと面白いです、見てみてください、なんか小学校の時に、うん、なんか千葉、滋賀、佐賀って流行りませんでした、うん、なんかフラッシュの、わかりません、わかんない、わかりません、うん、日本の素敵な都道府県みたいななんかやつが、うん、ネタがあって、うん、それがめっちゃ流行ったんですけど、自分へー、今ブレイク中、ブレイク中、これからもうラーメンズのチケットは取れないほど人気ですよ、あそうなんだ、結構へもう普通、全然そうなんだ、もうやばいですよあの人たちのライブは、もうその好きな人がめちゃくちゃいるんでしょうね、うん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 、へチケットとか全然取れないらしいです、そうなんだ、知らなかった、そうなんですよ、もうね、うん、だからね、うん、片桐仁さんが、うん、ラーメンズ片桐仁で出てこないのがちょっと嫌な感じちょっとそう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 、そうかそうかそう、沖縄ではいますね、沖縄よりも芸人さんいっぱいいますけど、うん、うん、沖縄なんかこの人気になるみたいな人います、へえ、誰か、有名ですけど小刻み、ああ小刻みインディアンさん面白いなって思ってて、はあ、うんうんうん、なんか、うん、小刻みさんは、うん、あんまり仕事をしたことないんですけど、あ、そうなの、誰か いるんですかね、やっぱり、うん、パラナイサーラナイさんですかね、うん、ずっと一緒にお仕事もさせてもらって、うん、そうなんだ、この世界に入るきっかけでもあったんですよ、実は、嘘、そうそうそう、パラサラさんが、うんうんうん、そうそうそう、だから、うん、なのでずっと好きですかね、へえ、お会いしてみたい、もうね、面白いおじちゃんっておっちゃんって怒られるまだ全然なんですけど、面白い育ちですよ、ね、へえ、そうそうそう、あきらさんとしんごさんね、そうなんだ、もうね、もう王道な漫才って感じです、あ漫才をする、うん、へえ、いいな、今度一緒に、ね、ほら、小沢お笑い劇場で自分もやってるんで、うん、今度一緒に、うん、まあ、見に来てください、見たい見たい、ぜひしたい、ほんと、面白い人ね、いっぱいいますけれど、うん、まあ、皆さんもね、沖縄の笑いもね、はい、ぜひ見に行ってみてくださいと思いますが、ぜひぜひ、はい、メールテーマ、はい、初〇〇、初〇〇、皆さん何かあります、初〇〇、初食べ物、初食べ物どういうこと、すぐ食べ物初、一番最初に食べたものが、うん、チョコです、チョコ1月1日に年明けて食べたものってこと、うん、朝起きてチョコ食べたすごいな朝食べてチョコ食べる、朝起きてすぐチョコ食べれる、食べれる、嘘、あ、初めて食べたのがチョコだと思って新年初チョコだ、そうそうそう、いや、かわいいか、チョコは常備ね、お家でもね、あもうね、欠かせない、うん、欠かせないね、チョコはね、うん、チーズは初、うん、初〇〇、初夢、夢、初夢を見た記憶がないというか覚えてない、覚えてない、いや、思い出した、うん、学校、どっかの学校で学校、うんうんうん、鬼ごっこみたいな鬼ごっこは、しかもなんか普通の鬼ごっこじゃなくて、うん、なんかちょっと怖い鬼ごっこみたいな、なんかリアル鬼ごっこみたいな鬼ごっこ、新年早々、新年早々、嘘、どうよこれ目覚め大丈夫だったいやでも、うん、見たのが3
日とか4日ぐらいなんです。あ、1日2日あんまりだいぶ後だ、ちょっとそうそう夢見なくて、うんうんうん、それぐらい。めっちゃ怖いねなんかあんのかな、なんかあんのかな、これ27なんかあるのかなすごいね、23歳で鬼ごっこっていうのはすごいけどね、うん、でも怖いやつねめっちゃ怖い、めっちゃ怖い。はあ、ダメだよ。鬼ごっこする夢を見ると、うん、目覚めが悪い。あ、なんかドキドキしてる。そう、うん、あのね、テレビとかでもなんですけど、うんうん、鬼ごっこ、ほら逃走中とかあるじゃないですか、うんうんうん、テレビで、うん、ああいうの苦手なんですよ、自分がドキドキしちゃって、うんああいうなんかもう、うん、追っかけてくるやつね、怖いやつがね、鬼ごっことかリアルにやるのもダメなんですよ、うん、そうなんだね、もうなんか、うん、ハラハラダメ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 みたいな無理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 みたいな根っからのインドア派みたいな発言ですね、ほんとすごいな、8人目が。あれツイキャス、あれツイキャスがやってなかったんですかね。大丈夫ですか。今ツイキャスできた。あ、できたできた。あ、できた。お、ちょっとねツイキャスの調子が悪かったみたいですかね。大丈夫ですか。今ツイキャス見れてますか。うん、まだですよ。終了してないですよ。全然あともう30分ぐらいありますからね。喋、うん、りますよ。すいませんすいません。ぜひぜひ聞いてください。はい。ね。はい。何の話しましょうか。はい。大丈夫ですか。うん、聞こえてますか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。聞こえてるかな。何の話します。何の話しようこれ多分リナさんが、うん、来ると、うん、築地で来るとこんなゆるい感じで進んでいくんだと思います。あ、そうなの。何の話しますつってじゃあね、じゃあね、土曜日に行ったことを話していい。あ、いいですよ、いいですよ。土曜日、土曜日に、うん、登山に行きました。あ、どんだけアクティブなんですかいつもいつも思うけど登山に友達と行ってきて、はあ、石川岳っていう、石川岳、石川にあるんですか、うん、沖縄少年自然の家があるところの山なんだけど、そこに往復3時間のがっつりきついコースを行ってきて、自然を感じてこうみたいな、はあ、そうそうそう、そこで。でも空気とかすごい綺麗で、はい、マイナスイオンめっちゃ取り込んででもすごいきつくて想像以上。でも土曜日って暑かったでしょ。暑かった暑かった、もう汗だらだらですよね。うん、そうそうそう、どんだけアクティブそう、頂上で今年の抱負を叫ぼうってなったんだけどそうそうそう、この高校生か、そう、達成感と早く下山したい気持ちがすごくて叫ぶのを忘れて帰るっていうそこの目標があったのそう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 、うそきつすぎて下山だって言ってめっちゃ喜んで帰ったマジっすか。うんうん、そうそう、へえ、登山ようやらんですね。そう、海がダメなら山だって海も山も行かんみたいな土日は寝るみたいないやでもゆっくりしないでしょ、ほらだって正月からね、うん、そうそう、公園巡りしたり結構、ね、登山したりすげえな、やっぱね対照的ですね。そうだね、ゆっくりしてる休みの日はあるんですか。ゆっくりしてる日なんかもうほんと家から一歩も出ないみたいな。ないかも。ないんですか、うん、ないかも。いや何日だったか忘れましたけど、この正月休みの間、うん、家とスーパーにしか行ってないっていう日がありましたよ私家にずっといて、もうね、うん、漫画をすっごい借りるんですよ。わかる、大好き、漫画大好きで、うん、今日、まあ、今回も、まあ、トータル40冊ぐらい借りてすごい。でもう家から出ない、うん、はい、ずっと読むずっと読む。そうなんだ。ずっとすごい。いやそんな日ないでしょ、うん、ない10冊借りても1週間は絶対なんだろう、は1週間かけて10冊読むみたいな感じ。ほんと、うん、20冊1日で読んじゃいますからすごっ、また読むのが早いんですよ。そうなんだ。まあ、うん、結構、うん、なんで、うん、ね、どういうの読むの。あ、でも、うん、少女漫画から少年漫画からいろいろですけど、幅広く、そう
借りたのは君に届け、うん、借りました大好きね、うん、ほんと風早くんがね風早くんがねすごい爽やかなんだよねイケメンなんだよね大好きほんと、うん、どんなの読むんですか、なんかおすすめみたいなのあります、私も少女漫画もっぱら、あでも結構スポーツ系なんか熱い系も読むんだよね読みそう読みそう熱いの大好きで、ね、ちょっとそうそうバレーのとかバスケのとかいろいろスラムダンクとか、そうスラムダンクも大好き、桜木花道大好き好きそうだな、大好き、もうあの熱さ超好き超共感してまだ読んでないんですよねスラムダンク、そうなんだ、そう、うん、なんかね、うん、バスケに、うん、全く関わらない人生を送ってきたばっかりに、あ、そうなんだ全く、バスケと野球に全く関わらない人生を送ってきたばっかりに、体育ぐらい、バスケ漫画、そうそうもう本当そうです、バスケと野球漫画はあんまり読めなくて、バレーボールやってたんですよ、小学校、中学校、うんうんうん、だからバレーボールの漫画とか、うん、お兄ちゃん2人がサッカーやってたので、サッカーの漫画とかはよく読んでたんですけど、うん、ね、いいね、やっぱ面白いですか、うん、スラムダンク面白いなんかね、本読んでね、声出して笑っちゃうんだよ、本当あ、笑っちゃってるみたいなそうそう、一人で笑っちゃってんだよね、よくやってそう漫画とか雑誌とか見て笑ってそうニヤニヤしてそう想像つく全然想像つく、めっちゃ面白いよね、あーそっか、それもなんか読まないとなとは思うんですけどね、うん、そう最近、うん、スポーツ漫画あんまり読んでないな、うん、読んでみよう、うんうん、面白い、少女漫画はおすすめあります、少女漫画は最近ストロボエッジ読んだ、あーいいっすね、読んだストロボエッジ前読みました、あどんな話かあんまり覚えてない、覚えてない覚えてない、やっぱ量読むんで、あーそっかそっか、そうだよね、パラってめくってみないと、あーこの本ねってわかんないです、あ、そうかそうか、そう、うん、そうそう、ね、でじゃ、うん、完結したものを読みたくて、うん、だから、うんうん、まだ完結してないものは完結するまで待っちゃうんですよ、うん、ワンピースとか、わかる、ナルトとかも完結して全部一気に読んだんですよ、うん、60何巻待ったの、完結まで完結するまで待ちました、へえ、そう、わかる、でもその気持ち、ね、本当待ちたくない、次のがね待てないんだよね、本当待てないんですよ、わかる、なんか、うん、そうせっかちなんでしょインドアなくせにせっかち、面白いなそれ、そうなんだ、本当だから、うん、もうねやっぱり完結してる漫画をどさって借りて、うん、一気に読んじゃうのが好きです、家から出ず、家から出ず面白い、本当もう休日のミスは見せられない本当に面白い、いやアクティブに過ごしてみたいなってはもう思いますけどね、皆さんみたいにね、やっぱ子供ができたらやっぱ外にね、外に出るかな、出ちゃうね、あと何年後かな予定が全然ねえやそうそうそう、まあ、やかや言っておりますけど、うん、今年の抱負みたいなのあります、今年の抱負、うん、そうだね、なんだろう、なんか一生懸命頑張る、なんか何をなんかざっくりだけど、ざっくりですなんかもっと一生懸命になんか全力を注ぎ込んで、何にこのモデル業とか、そう、なるほどね、いろいろをやりたいなと思って、ね、絶対今年からもうドーンって、うん、なんか今年来年あたりぐらいから、うん、なんかお仕事増えてくると思いますけどね、頑張りたくてすごい、ね、すごい、そう、おしゃべりする仕事が合ってると思います、あ、本当、うん、嬉しい、そう言われて嬉しい、そうだ、喋った方がリナさんのなんか魅力みたいなのがね、あ、本当、ね、多分何も考えて多分何も考えてないんだろうなって思いますけど言ってる、年下が言ってるすいません、しんちゃん、すいません、すいません頑張りたくて、ね、うん、どうしようかな、スズは、スズ今年どうしようかな、うん、そうっすね、うん、やっぱり去年以上に、うん、お仕事をしていきましょう、うん、ね、ほんと、ね、毎年行ってる毎年行ってる、でも毎年増えてるんですよ、うん、お、すごい、
一昨年よりも去年、うん、去年すごいことだ。そうそうそう、なので、うん、今年はもっともっと活躍できるように頑張りたいですね。頑張りたいです本当に、ね、本当やっぱ、うん、まあこういうねおしゃべりするお仕事も楽しいんですけど、やっぱ演技するお仕事も好きなんで、うん、ドラマ出たりとか、うん、なんかしていきたいなと思ってますけど ね頑張りましょう。突っ走ろう。突っ走りましょう。突っ走りましょう。突っ走ろう。メール読んでいきましょうか。はい。はい、せいすず、新年明けましたおめでとうございます。そしてゲストの長曽根里奈さんもおめでとうございます。ゲストじゃないんだな。ゲストじゃないんだな。年が明けてもう約10日ぐらいが経つというのにまだ2時間しか働いても来月の給料が心配だけど仕事をしないで遊んで暮らしたい道ですよね。ほんとそう、本当そう。宝くじ当たったらみすず逃避行する。さてさて、すずみーちゅー正月からだらだらと遊んでる間にもうすでに、すずがみーちゅー正月からだらだらと遊んでる間にもうすでに2本のマラソンを走ってきました。おお、みんなアクティブやな。すごい、無理だわ。そのうち1本はみーちゅーのふるさと鹿児島のすずが読めない名前のあれね。にらさん、はい、指って感じに、うん、指、宿読めますか？読めねえ。四宿とか読んでたんですけど、すずはもう読めるもんね。そうなんですよね。いっぱい間違ったからね、うん、その指宿、指宿って読むの？そう、指宿菜の花マラソン大会もう5回ぐらい参加してるんだけどさ、うん、アップダウンが激しいコースだけどエイドが充実してるわけさ、うん、エイドってなんだろう、うん、あれか、ほら沿道にいるなんかわーみたいな感じ。あれは嬉しい。あ、嬉しいね、うんうん、でも出ようとは思わない。湯豆腐に始まり、湯豆腐走ってる間に湯豆腐なんて食えるんすか？すごい。湯豆腐に始まり、焼き餅、うん、焼き芋、薩摩地鶏の焼き鳥、おカツオの腹側、ガネ、薩摩芋のかき揚げ、へーすごい、ゆで野菜、枝豆スープ、豚汁にお茶、わたあめ、他にもたくさんで地元の食材満載、うん、足湯のエイドもあって、え、めちゃいい。はあ、そんなのあります？刺身と焼酎もありましたよ。それ走っ、それマラソンじゃないんじゃないもしかして。すごい、もうお腹いっぱいで走れなくなるぐらいだったさ、うん、そうだよね、うん、天気にも恵まれタイムは気にせず楽しく走れましたよ、うん、いいことだ。記録より記憶に残るマラソンでしたね、うん、あ、かっこいい、かっこいいわ。ヤシがミチューの本当の目標はフルマラソン4時間切り、去年もチャレンジしたんだけどできなかったんだよね。ということで新年早々後ろ向きな質問ですが、お二人さんは去年やりたかったのにやり残してしまったことって何かありますか？あ、今年もそれを目指しますか。あ、みーちゅーやり残したこともう一つあった。年末の放送時ずっと掃除しに来て嫌だ。では今年も楽しい放送よろしくお願いしますということで、やりますか、やりたかったのにやり残したこと。やり残したことなんだろう、なんだろう、なんだろうな、やり残したこと、うん、思い浮かばないから結構やり尽くしてんだ、ね、のかな。いいね、いいっすね、うん、そんな気がする。やり残したこと、うん、やり残したこと、あー、なんかあるかな。やり尽くした、もしや。いや、ある、自分での掃除、あのね、うん、家族が頑張ってやり残してるわ、それ。やり残してますね、やり残してるわ。あ、ただね、もう自分の、うん、あのクローゼットの片付けやってないな、うん、それですかね。みんな掃除だね。やっぱ ね、うん、ね、できないね、できないですよね、うんうん、あの掃除は嫌いじゃないんですよ、うん、あの、うん、毎日やる、うん、毎日っていうかちょくちょくやる掃除は嫌いじゃないんですけど、うん、年末の大掃除が苦手なんですよ。わかる、わかります、うん、そう、なんかがっつり嘘。ごっそりね、そう、やらなきゃいけないといけないから、あれがね、もうね、うん、あわよくば逃げたいなみたいな。やらないといけないですよね。うん、やらなきゃいけない。いやね、うん、家族が頑張ってました。次のメール行ってみましょう。もういくつ寝るとお正月って特に年明けとるんかい。明けとるわ。明けとりますよ。ミス皆さん、はい、明けましておめでとうございます。9年中は大変お世話になりました。本年もよろしくにげさびら。すずカフェネーム沖縄大好きですということで、沖縄大好きさんいつもありがとうございます。ございます。
テーマ、はい、お年玉だよ、わーいと子供が喜び、袋を開けた瞬間ピンポン玉が出てきて、これが本当のお年玉と言い出して子供がショックを受けた話ではなくテーマフリー、はい、つまりお年玉ですねそんなことあるミスリナさん、お帰りなさい、今年最初の放送待ってました、ありがとうございます、楽しみすぎて昨日は眠れませんでした、あ、眠れなかったのは嘘です、嘘かいでも楽しみにしていたのは本当です、うん、さてリナさん、何やら発表的なものがあるそうですね、一体何かな、今日の放送仕事終わりしたい聞きます、では最後まで放送ちばりよということで、うん、そうね、うん、レギュラーになったよってレギュラーになりましたプラス子供いるよイエーイそうってことじゃないですか、うん、発表中でした、ね、びっくりでしょ、ね、だって5歳の子供って20歳の時の子供って、そうだよそうだよ、いやーやられるわ可愛いよ、可愛いけどね、可愛いよ、子供は可愛いですけどね、うん、この辺で新コーナー行ってみましょう、おう、まあ、新コーナーってコーナーってことじゃないんですけど、うん、鈴カフェ今週のおすすめ、はい、ということで、はい、このコーナーは私店主のマンションの鈴カ独断と偏見でゲスト、あ、独断と偏見でリナさんやリスナーの皆さんに勝手におすすめの曲を紹介しちゃおうというそんなコーナーです、おー、曲を流すための前振りってことです言っちゃいました、言っちゃった、今週は新コーナー一発目の曲は、うん、私が一番最初に好きになったバンド、うん、はい、ポルノグラフィティの楽曲を紹介しようかと思います、いいですね、ポルノといえばこの曲って方もね多いんじゃないでしょうか、はい、1999年9月8日に9月8日ですね発売されたポルノグラフィティのデビューシングルを今日は聴いてもらおうかなと思います、はい、それではポルノグラフィティでアポロ、
毎週みすずのすずカフェ、毎週みすずと中曽根里奈ですです中曽根里奈ですはい、引き続き2人で放送していきます面白いな中曽根里奈です自己紹介しちゃった慣れていきましょうねだってあの番組も中盤なのでいつもまあ、おめでの人さらってゲストさんとコーナーやってるんですが、うんうんまあ、今月からね、リナさんがせっかく月1レギュラーになったっちゅうことで、はいはい、この時間はリナさんのコーナーってことにしましょうか。イエイイエイ、リナさんのコーナーを作りましょうか。やった嬉しい、ね、よし。どんなのがいいと思います、思いますか。どんなんがいい、ね、考えてきた。なんだろう、喋っちゃったなどういうこと、どういうこと。聞いてほしいことを喋っちゃったなんか、うん、ほらコーナーでこういうことをなんか喋ってきたじゃないけど、うん、なんかあります。なんかこういうコーナーやりたいなみたいな。なんだろうなんだろうなんか、うん、なんかないんですかなんかないんですか。なんかなコーナーどんなんがいいと思います、皆さん。皆さんのコーナーね、なんかほら、うん、あれじゃないですか、月に1回皆さんがこういうの紹介しますみたいな、うん、あ、おー、なんか、うんうん、ほら、なんかリナのこれ聞いてみたいな、今月のこれ聞いてこちらみたいな、なんか それもやりたいね、うん、なんか、なんか好きなものを紹介していくとか、あ、なんか、なんかないんですか好きな、好きなものでいいの、好きなものでいいの、なんか、なんか、なんかないんですか。どういうコーナーをやっていきたいとかないんですか。なんかほらこういうのコーナーっていっぱいあるじゃないですか、うん、なんか大喜利とか。おー、ハードル高そう。大丈夫かな大喜利、大喜利とか、うん、なんかないんですか。はー、なんかそうだね、好きなのを紹介するのをやりたいなーね。うん、なんかいい、楽しそうですよね、うんうんうん、今月のこれ聞いて、うん、あ、こちらみたいな、うん、いいっすね。うん、考えてきてって言ったの全然考えてきてねえなこいつ喋りたいこと考えてきてって言ったんじゃなくて、うん、コーナーを考えてきて喋りたいこと考えてくることも大事ですけどそういうことか。そういうことですよ。そういうことですよ言ったじゃないですか。やっちまった、やっちまった。なんかないですか、どんなのがいいかな。どんなのがいいかな。どんなのがいいですか。大喜利もなんか好きだな。大喜利、うん、芸人さんみたいですね。あ、そうだね大喜利、大喜利大喜利、大喜利。なんか他にある、なんか他にあるそれを聞いとんだ私はそれをリナさんに聞いとんだが、来月の宿題ですね聞きますからね、どんなコーナーするのって、うん、これはもうあれですよ、このコーナーは、うん、リナさん主導で進めていかないといけないわけですよ。おー、なるほど。この時間は、うん、そうだね考えてきて、うん、今月、はい、来月まで考えるそんなコーナーやります。喋りたいこと全部喋っちゃったと思って喋っちゃったけどじゃないですよ今月の、うん、リナのビッグニュースみたいなのでもいいですし、うんうん、え、それがいいそれがいい、めっちゃ喋りたいビッグニュース私のビッグニュース、私のビッグニュース、うんうん、それはもうあれですよ、僕これはもう全部ミスズは助けないですよ、うん、このコーナーは、うん、皆さんが進めていかないといけない。そうだね、まあ、うん、まあ来月に期待しましょうか。そうだね、そう、お願いします、まあ時間も時間なんでね、この辺でインフォメーション、はい、行ってみましょうか、はい、インフォメーション、まあ今年も、うん、やっちゃいますよ。カラーズの一番大きいあのイベントです。ストリートカラーミックス。ストリートカラーミックス2017が今年も開催されます。日時は3月12日日曜日です。みんな開けといてよ。もう2ヶ月後だから絶対大丈夫だよね。ほんとみんなカラーズのもうほんと可愛い子たちがいっぱい出るんで。まあ、場所は那覇市文化展物館4階展物ホールにて。オープンは14時、スタートは15時からですね、3時からです、はい、とチケット前売りは2000円、小中高生が1500
500円、未就学児が500円となっております。当日は500円アップとなっております。未就学児のチケットは席の確保はできません。親御さんの膝の上で観覧なさるようよろしくお願いいたします。チケットの予約はcolors@wing.ocn.ne.jp までお願いします、はい、お名前、枚数、年齢、連絡先を記入して件名に2017ストリートカラーミックスチケット予約でお送りしてください。お願いします、はい、お願いします。本当面白いんでこのイベント、うん、毎年、うんうん、初めてですよね。はい、私初めてで3回目ぐらいなんですけど、うん、ね、本当盛りだくさんのイベントでね、本当、楽しいと思うんでね、りなさんもね、今年出るからね、ワクワクする、ね、楽しみですね。はい、本当で、これ読みます。じゃあやってみます、告知。どれこの告知、告知、はい、続いての告知は、続いての告知はこれ、うん、これではいきます。カラーズではモデル、タレント、レッスン生を随時募集しています、はい、一般ウォーキングレッスンからボイスレッスン、ダンスレッスンなどいろいろなレッスンがあります。めっちゃ神々無料体験レッスンも行っておりますので、興味がある方はぜひぜひどしどしお問い合わせください。はい、慣れてよ。めっちゃ噛んだ。すべてのホームページやツイッター、フェイスブックのチェックよろしくお願いいたします。すべての問い合わせはレキ8923358、レキ8923358までお願いします。エンディング、エンディング前にツイキャスを更新していいですか。お願いします。エンディング前に切れそう。あ、うん、うん、やるか、うん、ツイキャス更新していいですか。大丈夫ですか、はい、皆さん入ってきてくれます。大丈夫です、やりますよ。はい、はい、よいと、はい、よし、さあどうですか、レギュラーになって一発目の放送でしたけれど、今回もすごい楽しませてめっちゃ喋らせてもらって、もうだって、うん、ほら、もうさっきも言いましたけど、ミスズが休んだら、うん、皆さんが回していかないといけないですよ、従業員がね。そう、ゲスト呼んで、ねえ、そうだね、頑張らなきゃ頑張らなきゃ。ちょっと、ね、さっきも話しましたけど、うんうん、ストリートカラーミックス、うん、ね、今年も開催されますよ、うん、はい、楽しみで、ね、もうファッションショーとか、うん、もうライブとか、うん、ダンスとかいろいろあります。本当カラーズのもうそうそうたるメンバーというか、うん、カラーズがもうみんな出るんじゃないかぐらいの勢いで出るっていう、ね、みんな大好きね、はい、池間夏美ちゃんとかね、みんな大好きでしょ。大好きでしょ、そこにいる人大好きでしょ。池間夏美ちゃんとかね、大好きでしょ。とかとか、もう本当にもう WB、 ピアノファウルス、もちろんのこと、うん、メロディーちゃんとかね、はい、ほんとみんな出ますんで、普段は見られないモデルさんもね、はい、みんなランウェイ歩きますんで楽しみ、ほんと、うん、ランウェイね、ランウェイね、ランウェイね。恥ずかしいですよ、あれ。結構そうなんだ、やっぱでも、うん、モデルさんだから、うんうんうん、モデルさんは洋服を見せなきゃいけないモデルさんだから、そうだよね、堂々と歩かないといけないじゃないですか、うんうんうん、でもね、うん、何回やっても慣れないね。張り噛んじゃうね。あの知り合いっていうか、うん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 、見つけちゃうと張り噛んじゃうね。あ、ちょっと恥ずかしいね、ちょっと。そうですよね、3月12日、うん、日曜日なので、はい、皆さんね、2ヶ月前に告知したよ、みすずは、うん、開けれるでしょ。2ヶ月前から告知してたら開けれるでしょ、うんうん、ぜひぜひ今回はね、まあ前回は音市場だったんですけど、うん、今回はまたテンブスホールっていうことで、はい、ね、皆さんもぜひぜひ来てください、はい、ね、ほんといっぱい来てほしいよ、うん、テンブスでやった頃はパンパンで入りきらなかったですか、ね、そうなんだ、そうなんですよ、へえ、すごい、お客さん、当日来たお客さん返しちゃったこととかあったんで、めっちゃ人気だ、チケットの予約はぜひお早めにお早めに。あー、新年一発目だめだな。ちくしょう、神々だぜ。ぜひチケットのご予約はお早めに、はい、お早めにお願いします。何か言い残したことあります？そうだな、言い残したこと、今日も楽しかった。本当、うん、もう考えてきてよ、コーナー。来月からやるんだからね、はい、レギュラーなんだからね。そうだそうだ、ちょっと頑張る、探してくる。本当探して、うん、なんか、うん、
本当なんかこの、うん、通してなんか、うん、いろいろできたらいいですね、うん、皆さんがね、うん、いろんなお仕事につながるといいですね。はい、頑張りたいで今後とも、うん、あの鈴カフェスタッフ、はい、中曽根皆さん、はい、よろしくお願いしま す, お願いします。楽しいね楽しいね楽しい、気抜いてるよ私は楽しすぎるよ、どうしようさあ、もうそろそろ、はい、鈴カフェも閉店のお時間でございますよ、はい、あっという間でしたね、今週もね。はい、本当に来月は何日で来ますか、うん、何日で来ようそれは後で話しますか、そうだねゆるいなゆるいよ鈴カフェゆるいよ、今気づいたかさてさて、うん、カフェそろそろ閉店のお時間です。今週もありがとうございました。また来週も聞いていただけると嬉しいです。この番組はモデルタレント事務所カラーズの提供でお送りしました。鈴カフェ、お相手は前下美鈴と中曽根里奈でした。はい、またのご来店を心よりお待ちしております。エンディングナンバーです。 WB でハンインデア。それでは